カー効果は、1875年、スコットランドの物理学者である、ジョン・カーが発見した二次の電気工学効果のことである。ジョン・カーは、二次の電気工学効果だけでなく、磁気工学効果も発見したため、特に二次の電気工学効果の方を、電気工学カー効果と呼ぶ。電気工学カー効果と、磁気工学カー効果を総称して、カー効果と呼ぶことがある。 この項目では、競技のカー効果である電気光学カー効果について説明する。磁気光学カー効果については、リンク先を参照すること。カー効果は、ある物質に電状が因化された時にその物質の屈折率が電状の強さの事情に比例して変化する現象。より厳密には電状の強さの事情に比例した副屈折を生じる現象である。この現象は、ナノ秒。 フェムトビョーレーザーの高速シャッターに利用されている。結晶の両端に変光板を置き、変光方向を垂直にすると不透明となる。しかし、結晶に電圧をかけて変光方向を変えることにより透明になる。これにより、機械のシャッターでは不可能な高速スイッチングを行っている。カー効果を引き起こす現状が高電状の時、この現象を特に光カー効果という。 非線形工学効果の一種である。電波する光それ自身によって引き起こされる光カー効果もあるし、別に導入する光によって引き起こされる光カー効果もある。校舎においては、ピコ病、フェムト病のレーザーパルスを用いると、パルス電圧を用いる場合以上に、高速のシャッターとして動作させることが可能であり、超高速分光や超高速イメージング等に応用されている。 光カー効果は3次の非線形光学倍出に光が入射した際に電気感受率が変化することに由来する。光カー効果では入射光の強度に依存して倍出の屈折率が変化するため倍出中で光の位相速度が変化する。3次の非線形光学倍出中を光ビームが透過するときその倍出の屈折率は光ビームの強度の空間分布に応じて変化する。 光ビームが断面の中心で強度が最大となるとき、屈折率変化も中心で最大となり、光ビームが媒質中で自分自身を収束させる働きをする。この効果を自己収束という、ありがとうございます。